私もう死んでるんだ、ゾンビなんだ。こんな体でもう京介になんか会えないよ。私どうすれば。いつまでもしょぼくれてんじゃねえぞ、ボンクラ。京子、ちょっと話があるんだ。つらかしな。何なのよ、こんなところに連れてきて。あんたさ、やっぱり後悔してるの？こんな体にされちゃったこと。私はさ、まあいいかって思ってるんだ。なんだかんだでこの力を手に入れたから好き勝手できるわけだし、後悔するほどのこともないってね。あんたは自業自得なだけでしょ。そうだよ、自業自得にしちゃえばいいのさ。自分のためにだけ生きてれば何もかも自分のせいだ。誰を恨むこともないし、後悔なんてあるわけがない。そう思えば大抵のことは背負えるもんさ。何が言いたいの？なんだよ今日のこいつ、なんかいつもと違うじゃん。調子狂うな。あんたのこと見てたらさ、いろんなこと思い出したんだ。もう二度と思い出したくないって思ってたことも。聞いてくれるかい？私がまだ幼くてこの教会に住んでいた頃の話さ。信者の皆さんが気持ちよく祈りを捧げられるように掃除するんだよ。はーい、私もお掃除する。二人は仲良しだな。こいつがいつも真似するんだよ。真似じゃないもん、オリジナルだもん。それ意味分かって言ってる？分かってるよ。嘘だ。嘘じゃないもん。いいじゃないか、掃除をするのは素晴らしいことだ。皆さんが来る前に終わらせよう。はーい。おお、焼けた焼けた。やっぱり落ち葉を集めたら焼き芋だよね。だよね。二人とも神様に感謝していただくんだよ。お前たちがいい子にしてるからご褒美にいただけるんだ。私たちのようにお金がなくても良い行いをしていれば神様が見ていてくれる。だからどんな時でも希望だね。え、今どこからか誰かの声が聞こえてきたような。頭に響いたって感じ。空耳かな。どんな時でも希望を失っちゃダメなんだよね。そうだ、京子はいい子だな。笑顔を忘れてはいけないよ。笑顔を忘れたらその先には絶望という神様の罰が待っているんだ。神様の罰？そう、絶望こそが全てを破滅へと導く諸悪の根源だ。希望を失わなければどんなに辛い状況の中でも正しい道を歩むことができる。いいね。分かったよ、大丈夫。私は家族みんながいれば笑顔になれるから。私も二人とも本当にいい子だ。きっと神様が祝福をくださる。私ゲーム機が欲しい。バカ、それはサンタさんに頼まないとダメだよ。さっきの声何だったのかな。不法侵入者だったりして。それなら父さんに話して警察に連絡しないと。もしもし、誰かいますか？
そんなところから。あんた誰？っていうか何？まさか喋るぬいぐるみじゃないよね。そんなに矢継ぎ早に質問されても回答に困ってしまうよ。ごめんごめん、そんなに驚かすつもりではなかったんだ。僕の名前はキューベ。君にお願いがあってきたんだ。お願いって何さ。僕と契約して魔法少女になってよ。主は良き心をお救いくださります。それを教えたもうた主への感謝の心を忘れてはなりません。何時良き心を忘るべからず。さあ共に感謝し祈りましょう。主のお導きを。主のお導きを。父さんお疲れ様。今日も素晴らしいお話だったってみんな。父さんどうしたんだろう。この頃ああして頭を抱えてる姿をよく見かける。父さんどうしたの。京子か。あんな話じゃ本当に苦しんでいる人々を救うことができない。そう思ってね。それってさっき信者の方々に説いていた話のこと？ああ。どうして？だって父さんの話は信者の方々にはとても評判がいいって。それは上辺だけの話でね。私はね、実は経典の文言はもう古いと思うんだ。今の時代の人々を救うためには新しい信仰が必要だ。この新聞を見てみなさい。世の中にはこんなにも絶望があふれている。今までの信仰ではこれらすべての悲しみを救うことができない。今こそ新しい教えが必要なんだ。暗くすさんだ今だからこそ解かなければならない。しかしそれを私が解いても受け入れてもらえるとは限らない。今の世の中を救いたいのだが。私父さんの言ってること正しいと思う。だから勇気を出して言ってみようよ。本当にそう思うかい京子。うん、きっとみんな分かってくれる。そうだな。恐れていては何もできない。今までにも多くの聖人が人々に受け入れられるまで観覧辛苦を味わった。そうだ、今こそ立ち上がる時だ。きっとうまくいくって。だって父さんには神様がついてるんだからさ。ありがとう京子。さて早速調べ物でもするとしよう。君は世の中についてどれだけのことを知っているんだい？うわぁ！昨日のお前か。夢じゃなかったんだな。そう、これは紛れもない現実だ。そして君の父親が立ち向かおうとしているのもまた現実。現実に対して君はあまりにも甘く考えすぎている。なんだよ、脅かさないでよ。
あんたが喋ってるってだけでも怖いのにさ。君の父親の目論見が必ずうまくいくとは限らない。やってみなきゃわかんねえだろ。希望を捨てずにいれば、絶望しなければ、必ず神様が。そう、それだ。そこが重要なんだよ、さくら京子。君は父親にとっての神になりたくはないかい？君が望めばそれぐらいのことはたやすい。君にはそれだけの資質がある。ああもう、わけのわかんないこと言わないで。私は父さんを信じてる。そんな意味のわからない誘いになんて絶対に乗ったりしないよ。もう帰って。やれやれ、また出直すよ。次に会った時には少しは僕のいたこともわかっているはずさ。じゃ、またね。あ、おい、消えた。主は良き心をお救いくださります。それを教えたもうた主への感謝の心を忘れては、うん、感謝の心。どうされたんだ。皆さん、私はこれから私の言葉で皆さんに話をしようと思うのです。どういうことだ。何を始めようというんだ。自分の言葉って何だ。何をおっしゃってるんだ。驚かれている方も多いと思います。ですが、今私が皆さんに語った話では、本当に苦しんでいる人々を救うことができないのです。もう経典に書かれた文言は古いのです。今の時代の人々を救うためには新しい信仰が必要なのです。父さん、うまくいったかな。きっとみんな聞いてくれたよね。お前は教会の教えに背くのか。お前の話を聞きに来たんじゃない。お前は自分が神になるつもりか。もうこれ以上お前の話だと聞いてられない。どうしてみんな席を立たないで。父さんは正しいことを言ってるんだよ。希望です。希望こそが強き心の源なのです。天は自ら助くる者を助くという言葉もあるように。解いて。そんな、誰も聞いてくれないなんて、どうして。これは失敗だったね。父親は信頼を失った。事態が好転することはないだろう。何言ってんだ。きっともっと真剣に話していけば、いつか分かってくれる。京子、君はこの現実を変える力を欲しくはないかい。何もいらないよ。希望さえ捨てなければいつかは報われるんだ。やれやれ。
あれから一週間、教会の方針に背いただと？なぜこの私が本部から破門されなければならないんだ。一体私が何をしたというんだ。正直に自分の思うところを言っただけなのに。父さん、あんなに苦しそうな父さんを見るのは辛い。自分が正しいと思ったことをしたらって励ましたけど、まさかこんな目に遭うなんて思ってもみなかった。お腹すいた。ちょっと待ってて。確か裏庭に野いちごがなっているのを見かけたから。リンゴはないの？今日はね、果物屋さんがお休みなんだよ。だからリンゴはまた今度にしよう。昨日も一昨日も果物屋さんお休みだったよ。いつまでお休みするの？そういう時もあるの。その代わり野いちごをたくさん積んでこようよ。また野いちごか。なに、不満？だっていっぱい食べないとお腹が膨れないもの。パンパンになるくらいに積んでこよう。うん。ほらほら元気出して。うん。京子、すまない、お前に迷惑をかけて。いいよ、妹の面倒を見るのはお姉ちゃんの役目だし。寄付してくださる人もいなくなった。もうリンゴ一つさえ買うお金がなくなってしまった。寄付がなければ私たちの生活は成り立たないの？ああ、残念だがね。父さんは何も間違ったことなんか言ってないのに。そう思うかい？うん。だから父さん、諦めちゃダメ。諦めるって希望を失うってことでしょ？そうだ、京子の言う通りだ。自分で言った言葉さえ見失うところだった。希望を持とう。希望を持って解いて回れば、私の話を分かってくれる人がきっといるはずだ。父さんどうしたの？いきなり立ち上がって。教会に来てくれないのならこちらから行くまでのことさ。父さんまだ負けないんだ。すごい。そうだよね、私も頑張ろう。希望さえ持っていれば。忍ばせておこう。あれ、なんでこんなところに野いちごが。こんなにたくさん。モモのために野いちごをそんなに積んであげていたのか。京子は妹思いだな。モモがお腹すいたって言わないようにちょっと頑張っちゃった。あいつの仕業か。まあそこそこ気が利くじゃん。少しでもいいから話を聞いてください。お願いします。うるさいな、今忙しいんだよ。お願いします。しつこいな、誰もお前の話なんか聞きたくないんだよ。どうして父さんは正しいことしか言っていないのに。仕方ないよ、正しければ聞いてもらえるわけではないからね。キューベ、ねえ、なんでだ、なんでなんだ。父さんは何も間違ったことを言ってないじゃないか。人と違うことを言ってるだけなのに、なんで私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。
なんでだよ。なんで神様はこんなにひどい目に遭ってる私たちを放っておくんだよ。それはまだできることのすべてを君たちがやっていないからじゃないかな。え？君の父親も言っていただろう。天は自ら助くる者を助くってね。でももう私たちにはできることなんて。いや、一つだけ残ってる。何？一体何なの？君が魔法少女になることさ。魔法少女？確か前にも言ってた。何なのそれ？魔法少女は魔女を倒す存在だ。魔法少女となり魔女と戦う運命を背負う代わりに、たった一つだけ願いが叶う。それがどんな願いでもね。よくわかんないけど、悪者退治をする見返りに願い事が叶うってこと？そうさ、飲み込みが早いね。どうだい、すぐにでも魔法少女にならないかい？そうすればあそこで苦しんでいる君の父親をいともたやすく救えるんだ。それとも考える時間が必要かい？バカじゃないの。私たちが苦しんでるからって弱みにつけ込んで悪趣味なデタラメを言うなんて、そういうの許せない。あ、京子。ついてこないで。もう二度と姿を見せないで。やれやれ、合理的な方法だと思うんだけどな。なんか、すいた。バカ、今食べてるじゃない。だってこれ、お水。水じゃない、スープだよ、スープ。スープじゃない、これ、お水だよ。スープだって言ったらスープなの。よく見て、よく見るの。これのどこが。お姉ちゃんのバカ。泣くなよ、モモ。だってお腹が空いたんだもん。無理もないか。モモはまだ小さいから。私だってお腹空いてる。でもうちはお金がない。信者の人も教会の本部の人も誰も私たちを救ってくれない。みんなが私たちを見殺しにしようとしてるんだ。すまない、私のせいでお前たちをこんな目に。もし出て行きたいんだったら出て行ってくれ。こんな思いをもうお前たちにはさせたくない。そんな、だからって父さんを一人残して。このままじゃ一家で餓死してしまう。だからその前に。すまない。なんでなの。父さんは正しいことをしてるのに、この世に神様はいないの。
れさえあれば。な、万引き、待てこら。そのガキ。離せ。これはあたしんだ、あたしんだ。ざきやがって。ぬすっとたけたけしいとはよく言ったもんだ。返せ。妹に持ってってやるんだ。誰でもいい。父さんを救って。こんな現実は嘘だと言って。救ってあげられる方法が一つだけあるよ。本当は僕と契約して魔法少女になれば、僕は君の願い事を一つだけ叶えてあげるよ。君の父親さえ救えれば、妹も母親も救うことができるだろう。空腹も無視されることもない。辛い思いもしなくて済む。誰もが父親の言葉を信じ、尊敬の眼差しで迎えるだろう。嘘じゃないよ。君さえその気になれば、それは現実になるんだ。そんな現実に興味はないかい？ねえ、さくら教皇、君は本当に願い事はないのかい？助けて、私の父さんを助けて。みんなが父さんの言葉を真剣に聞いてくれますように。聞き届けよう。それが君の望みだね。契約は成立だ。